の菅原大地です。横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。今日はですね、以前から私申しておりますこのインパクトの力の解放ということで、そんな力の解放がですね分かるんじゃないかというスクールでもやってる練習ドリルをご紹介していきたいと思います。早速ドライバーを使って、まあドライバーじゃなくてもいいんですけど、ドライバーでやっていきたいと思います。力の解放っていうところなんで、まあその前に力がちょっとこう入ってるっていうこともおしかりなんですが、実際効率の悪いインパクトというのは、その当たる瞬間に特にまあ右手の力が入っちゃうとか、こう肩の力が入っちゃうという形で、まあ腕が伸びきったインパクトっていうのはフォロースルーで実際にはこうちょっと引けてくるようなインパクトになっちゃうので、当たる瞬間にいかにこう力をこう放つ、まあ前も説明したように、やっぱり右手が持ってたボールをこうピュッと投げれるような、そういう感覚が大事なんです。そこにつながるためにはですね、ちょっとあることができないとやっぱりいけないということで、こんな練習が大事ですよということで、ボールに対してこうひねって、お腹のひねりでですねこう戻していきます。お腹足のひねりで戻して寸止めします。寸止めするこういう感じです。でこの時にしならせていることがまず分かるかどうか、実感できるかどうかっていうことがすごく大事です。寸止めで止めるっていうことは、これすごく力入れるんですよね。止めるのどこにまず力があるかというと、足でねじって、お腹にねじった瞬間にまず足で、左足でしっかりこうグッとエッジが効きます。左の壁がしっかりできること。でもう一つはここで左手をしてる、右手引いてるっていうこの力があるんですが、ここでしっかり左手をグッと押してる手をですね止めるし、右手も引っかかってる手がこうクラブがボールに向かないように、ここでグッとこう止めてあげる、より引きつけるってことですね。右手が引きつける、そうするとクラブこう止まります。止まる。でこの時に止まった勢いでグッとこうねしなり戻るのがすごく大事です。ってことはインパクトで止めるためには力を入れなきゃいけない、入れなきゃいけない、こういう感じです。入れて止める、これ全身に力結構入るので、何回もやるとすぐ疲れるんですけど、止まらない方とか、インパクトでじゃあ止めてくださいって言って、こう力を緩めて止める、今何にも手にこう圧も力も感じてない状態、ゆっくり止まってる状態、これクラブももちろんしなってないですし、こう手の力もいらずに、あんまりこう手の力も使わずに止まってるんで、これでは実際にこう力の解放っていうちょっとこうイメージができないので、しっかりまずやっぱりしならせる、クラブがしなる動き、これはやっぱり腕の持ち方、グリップ問題以前のしならせ方っていうですね、ちょっと動画もあるんですけど、そこのやっぱり腕のテクニックもありますし、体でしっかり振って、手が今体の右側でいいです。右足の外側、ここで止める、こういうしなり戻りがもうできてたら OK なんですよ。で止めるときにすごい力使うんで、でここで力を使ってるってことは、ここで力をこう離してあげれば、力をここで入れて止めてるんで、じゃあ力を入れないで離したら当たるよねっていう、そういうことができますので、それが力の解放です。しならせる、こう寸止め1、2、ここで力を使ってるんで、これ止まらないのがポイントです。実際には止まらない、でもすごい力いるんで、これでここで右手をポーンとこう解放すれば、実際にこう力はこう放たれて飛んでいくっていうことですね。寸止め練習です。この寸止め練習の大事なのは、逆しなりがしっかり見えること。ドライバーにおいてブレーキかかった時に左にちょっとこうしなってくるのが見えて、その勢いでまた戻す、でその勢いでまたダウンスイングの形、それをこう2回くらい繰り返す。もうこれですね、1球これやるだけでもう10球くらい打ったくらい疲れる。足もお腹も背中もだいぶこう力を使うっていうことが分かってくると思います。寸止め解放っていう感じ、こういう感じ。私みたいに今手を離してもいいですし、離さなくてももちろんいいんですけど、ちょっと分かりやすく説明するためにあえて手を離しておりますが、右手で押し込むっていうイメージがですねいけないわけではないんですけど、実際に右手だけで手の力を使ってしまうとあんまり飛ばなくなっちゃうんで、ここでうまくしなってるポイントはやっぱり体に巻きつくメカニズムがしっかりできていることなので、回転で手が近くに、でここで少し右手でより引きつけて引っ張って、自分の方に引っ張ってクラブを止める、その止まった勢いでまた行く、止める、で最後に
解放王という感じ。だ手を離せばうまくしなっていればですね、手を離した瞬間にフェースってこうターンする、しなりとねじれでこう勝手にターンしていくので基本は捕まります。右手を離した方がこうフックが出るっていう感じ。うまくしなっていればしなっているほど、しなってしなってこうフック出ます。こういう風にしなり戻りでビョーンってねじれるんで、なので右手があることによってうまくしなってきて、ここで右手があることによってフェースがこう左にねじれすぎないように逆にこうちょっと抵抗している状態なんですね。フェースをまっすぐに保とうとするっていうのはやっぱり右手が必要にもなってくるっていうことですね。よく右手でフェース返しちゃうっていう風に、なんか右手なんかあんま使っちゃいけないっていう風にまあ思われてるんですけど、右手はすごくしなりをこう生んだ時に逆にフェースを返さない働きも右手の役割なので、返しちゃう方も右手です。こう体が回転せずに手打ちになったらやっぱりこう右手が入る感覚になっちゃうんですけど、それは結果的に右手が悪いんじゃなくて体が止まるんで、動いてきた右手が前に出るしかもうクラブを当てる術が、ボールを当てる術がないっていうことですね。だからここでしっかりターンしてしなってれば、ここで右手をこうパーンって離してあげるような感じですね。解放するっていうのは今こう手打ちですけど、パーンこんな感じ、しならせてしならせてっていう、こうよくこれ当たっちゃうんですけど、ね、しならせてパーンっていう風に、この感覚でぜひその右手に関しては、だから左手の方がちょっと疲れますよね、こうやってやってると、ね、左手の握り方がすごく大事ですし、右手もものすごい大事です。寸止め寸止め、こういうような感じ。この方がクラブがこうちょっとしなってきたりとかですね、しならせるためには足ステップをこう使わなきゃいけないんで、こう手だけだと一瞬で腕疲れますから、体を使ってそれで打つっていう。実際にこうやって本当に打った方がいい球出る方いらっしゃるくらい、それくらい実際のこう打つときにやっぱ手で上げちゃったりするとうまくしなんなかったりするんで、しっかり一体感を持って右に向く左に向く右に向く、そういう体のねじれで寸止め戻す寸止め戻す、こういう練習法は結構そのしなりが分かりづらいとか力の解放が分かりづらいっていう方には結構おすすめの練習ドリルです。間違ってこれ両手離したらクラブ飛んでっちゃうんで、あんまり手を離す練習はそんなにやらなくていいですね。素振りでこうイメージトレーニングとして最後右手をこうスポーンって離すっていうのはやってみていいんですけど、ちょっと一歩間違うとですねクラブ飛んでっちゃう、気をつけましょう。この動画の次の日とかその日の夜にクラブ飛んでたら、あの人はやってんじゃないっていうふうに思った方がいいかもしれないですね。何しろこの寸止めできる、まずその感覚もすごい大事なんですね。寸止めするにはこのある部分に力がかかんなきゃいけないし、それは実際に遠くに飛ばす効率よく飛ばす上で必要な力のかけ方なんで、寸止めができる強くやればやるほど、まあ、苦しいんでこんな思いっきりやらなくてですね、こうしなりをしっかり重さを感じてしなってしなって、でこの時にまあ上に体が逃げたりとかスウェーしたりってなんないようにですね、いい姿勢でねじるねじる、こうねじれのこう確認の動きもだんだん良くなってくる。クラブ軌道もこう緩やかに緩やかにパーン、こう解放するっていう。そうするとより手のやっぱり力を、まあ単純な話抜くだけではなくて、やっぱりある程度右手のアシストっていうのはあるんですが、力をこう入れに行くグーパンチしに行くってなっちゃうとちょっとこう硬くなって逆にスピードが出ない可能性もあるので、そこは気をつけくださいという、今日は寸止め練習の紹介でした。ポイントはここで逆しなりが起きる、このグリップにしっかり張りテンションがかかる、こういう動きはまずできていることの確認でもあります。大事な最後は体で揺さぶってバックスイング大きくなって振ってあげる。結構疲れます、痩せます。ということで今日はですね、このクラブをしならせるだとか右手の力の解放だとか、そういったところにつながる体のですね、このちょっとこう左の壁の作り方もそうですね、いろんなこう要素が含まれている練習ドリルになりますので、
結構この背中も張ってきます、足も疲れます、ご全身使うので、まあ、あんまりこればっかりずっと何十球も打ってくださいってわけじゃないんですけど、ぜひこれもでできるようにね、ちょっと練習、もっと小さい動きでも最初いいかと思いますので、ドライバーもっと遠くに飛ばしたい、力が入っちゃうという方はちょっとやってみていただけたらと思っております。なんか花火の音がするね。ポン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 、花火の音がするよ。最近横浜みなとみらいでなんか定期的に花火やってるよ。やってるやってる。上から見えるんだよ、上から。ここから見えない、ちょっと。っていうハンズはこう花火も見えちゃいますっていうことで、今日はそんなお話でした。そんなお話じゃないね、そんなお話ではない、ちょっとしならせてくださいっていうお話でしたね。参考になれば高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。